コンセプトとしては本当100年続く SaaS 企業をもう起業家と一緒に作っていくぞっていう、やっぱり人っていうとこがすごく重要で、そこはかなり手厚くやらせていただいてるって感じですね。スタートアップドス TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV のガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組をヘンゲさんにスポンサードいただきながらお送りさせていただいております。ヘンゲさん、いつもお世話になっております。ちなみにヘンゲさんもいわゆる 2B SaaS の上場企業さんではあるので、今回のテーマにもある意味合ってるのかなと思うんですけれども、今回もですね、改めてオールスター SaaS ファンドのマネージングパートナーの前田博さんにご出演をいただいておりますので、博さん今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくします。今回はですね、前回そもそもどんな経緯でヒロさんが独立に至ったのかといいますか、オールスターサースファンドとして PMF をしてきたのかみたいなお話をいただきましたので、そもそもどういう改めてファンドさんなのかってことをお伺いをしていければと思うんですけれども、名前がそもそも非常にユニークなので、それでだいぶ手を表してるみたいなところあると思うんですけれども、改めて外観でいうとどういったファンドになるんでしょうか。コンセプトとしては本当100年続く SaaS 企業をもう起業家と一緒に作っていくぞっていうミッションでやっていて、はい、やっぱり SaaS の時代になってきていて、短期的なトレンドじゃなくて本当長期的な流れになってきてると思ってるので、長期的な流れの中で SaaS 経営者にとって一番いいパートナーになっていきたいっていうのが僕らが目指している方向っていう感じですね。その方向性を実現していくために2つファンドをやっていらっしゃるかと思うんですけれども、どういうその規模感で投資を実行されていらっしゃったりとか、どういうラウンドから関わるようになっていって一緒に育てていくみたいな方針でやっていらっしゃるんでしょうか。一応ステージはあんま関係ないです。本当にシードからシリーズ C まで結構リードはしてきてるんですけど、自分個人としてのこう好みっていうと、やっぱシードプレシリーズ A が好きなんですよね。最初の5000万から数億円まで集めるタイミングでうちが関わるのがすごく好きで、組織の基盤だったりとか会社のカルチャーだったりとか戦略とかがこれからの状態じゃないですか。でそのやっぱプロセスに関わるのすごい好きなんで、一応ステージとしてはあんまりファンドの制限はないんですけど、だいたいチケットサイズ、その出資金額としては5000万から3億5000万の間が多分ほとんどですね。7、8割ぐらいの案件がそれぐらいで、たまにその10億円とか11億円のラウンドでリードするケースもありますね。ちなみにじゃあ基本的には先ほどちょっとお話にも上がったように、そのリード投資とフォロー投資みたいな概念でいうと、基本は全てリード投資でやっていらっしゃるという認識が正しいんでしょうか。8割5分はもうリードしてますね、はい。なるほどですね。ちなみにないと思うんですけど、 SaaS 以外の起業家の方に投資するケースってあり得るんですか。ないですね。唯一例外をいくつか作ってるんですけど、一つはシリアルアントレプレナーで、前にちょっと応援したことある経営者がいたので、でも一応なんかそのフィンテックだったし、はい、概念というかその結構サブスクリプションの要素が結構強かったビジネスなんで、そこに出資させていただいたっていうのがありますと。もう一社はトラベル領域なんです。そこも、はい、シリアルアントレプレナーですごく長い付き合いだったっていうのもあって応援させていただいたんですけど、基本的にSaaSしか投資しないっていうファンドなので、あんまり例外は作りたくないっていうのは正直なところですね。了解です。分かりやすく言うと、シードからシリーズ C まで基本的にリード投資をしていらっしゃる、しかも 2B SaaS に特化して、それ以外も改めて投資をしないぞっていうスタンスでやってらっしゃるって感じなんですね。ですね。国内外という単位で言うと、オールスターサースファンドさんとしてはそこの部分どういうふうに切り分けていらっしゃるんでしょうか。オールスターサースファンドはもう基本国内ですね。国内市場に向けたサース企業っていうのが基本的ですね。もちろんその海外に拠点があるとか、場合によってはデラウェア法人なんだけど日本市場を狙ってるとかっていうのもあるんですけど、狙ってる市場はもう基本的に日本っていうところをメインターゲットにしてますね。僕も何度かオールスターさんに既存投資先をそれこそ出資検討でご縁をいただいていたりはするんですけれども、その中ですごく僕自身印象的だし、紹介させていただいた起業家の方も同じように印象的なのは、すごい意思決定が早いっていうイメージがすごく強くてですね、オールスターさんとしてその検討プロセスって、もちろんシードからもしかしたらシリーズして全然違うとは思うんですけれども、検討のプロセスってどういう風な形になっているんでしょうか。特にアーリーステージであればアーリーステージであるほど人のみしか見てないかもしれないですね。経営者の質だったりとか人柄だったりとか、巻き込んでいる仲間だったりとか、一人以上いらっしゃる場合はその組織の状態を見たりとか、その辺を結構見て投資判断してますと。あとは他に基準があるとしたら、大きな市場を狙ってるかどうかとか、勝ち筋があるかどうかっていうのは見てるんですけど、やっぱウェイトとしてやっぱ人の部分結構重めに見てますね。アーリーステージとかシードフェーズって他にこう検討材料がないことが多いんですよね。 DD やろうとしてもできないことがほとんどで、やっぱり DD できることって本当人しかないので、だからこう早いかもしれないですね。人っていうのって言葉で言うとイメージはしやすいところではあるんですけれども、オールスターさんとしてもしくはヒロさんとして、人の部分でもこういう要素を
抑えてる人に積極的に投資をしてるんだみたいな、その要素分解するとどういったところになってくるんでしょうか。一つ目は本当巻き込み力あるかどうかですね。特に SaaS スタートアップって少数精鋭ではできないんですよね。なんで ARR100 億作ろうとすると、まあ、300人ぐらい必要なので、300人巻き込める力を持ってるかどうかっていうのは一つ結構見てる部分ではありますと、はい、二つ目は本当素直かどうかですね。3人の状態、10人の状態、50人の状態、300人の状態って経営の仕方を変えていかないといけないんです。コミュニケーションの仕方、目標設定の仕方、権限移譲の仕方だったりとか、これ全てがそのフェーズごとに変わっていくので、ある程度素直で柔軟性を持って自分をこう変化させて進化できるかっていう、これがあるかどうかっていうのを結構見ていますと。3つ目はやっぱ本当野心持って長期的に考えられるかどうかっていうところですね。やっぱ SaaS って時間かかるんですよね本当に、はい、ARR1 億まで 2.5 年からまあ長いとか本当4年とかかかりますし、はい、そこから10億になるためには早いとかそこから2年かかるかもしれないですけど、大体みんな3年かかったりとかするし、だからそこから100億にするためにさらに 2,3 年ぐらいかかると思うので10年近くかかるんですよ、はい、長期目線で考えて野心的かどうかっていうのはもう一個見てる要素ですね。そういうまさに要件を満たしていらっしゃるような、うん、その投資先の皆さんってどういった方々が例えばいらっしゃったりするんでしょうか。スマート HR とか、うん、紙なしとか、うん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 、箱物とか、その辺の会社が最近すごく認知取ってる SaaS 企業の支援先かなと思ってます。そういう要素が揃ってる経営者だと思います。そういった皆さんもやはり、まあ、シードアーリーから出資されていらっしゃって、うん、一緒にその伴走しながら成長してきていらっしゃると思うんですけれども、オールスターさんとしてはどういうその支援のあり方、支援の内容でいうとどういったところになるんでしょうか。うん、人を軸にした支援を結構していて、うん、先ほど言ったように少数精鋭では本当に SaaS 企業って成り立たないので、はいはいはい、僕らが結構注力してサポートしている部分としては、人の採用と、うん、採用した人を成長させる、例えばイネーブルメントだったりとか、はいはいはい、育成だったりとか研修だったりとか、その辺のサポートだったりとか、もちろん SaaS にまつわるノウハウの供給だったりとか、うん、あとはそのリーダーシップですね。経営者がより次のレベルに行くためのリーダーシップ育成の取り組みを結構やっていて、例えばスマート HR なんかは2016年から毎年組織診断みたいなことをやっていて、はいはい、従業員インタビューさせてもらって、うまくいってること、うまくいってないことが出てくるじゃないですか、うん、でそれを社長を中心にフィードバックさせていただいて、社長とか経営陣がよりいいリーダーになるためのこうヒントとかアクションを一緒に考えて進めるという取り組みですね。しかもどん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 、なんなら従業員規模も増えてるのにやり続けていらっしゃるってことですもんね。さすがにもうちょっとあの全員ヒアリングするの難しいんで、30人か40人ランダムで選ばせていただいてやってるって感じですね、はい、逆にその紙なしさんであるとか箱物さんであると、それぞれまたフェーズも違ったりはすると思うんですけれども、人以外の部分で支援の方法とか注力しているところって何かあったりするんでしょうか。成長する基盤を一緒に作っていくっていうのがテーマとしてあるので、うん、まあ、どうしてもやっぱり人になってきますね。なので、はいはい、紙なしは多分4人採用決定させていただいて、でその中にあの COO があの採用決定させていただいたりとか、箱物さんも多分この1年に10人採用決定させていただいて、その中にはセールスのトップとか COO 候補だったりとかカスタマーサクセスのトップだったりとかっていうのを採用決定させていただいてるっていう感じなので、やっぱ、まあ、シリーズ A 前後って成長の基盤作りとしてもちろんプロダクト戦略があるんですけど、やっぱり人っていうとこがすごく重要で、そこはかなり手厚くやらせていただいてるって感じですね。ちなみにあのこの動画見ていただいてる方、これから起業を志される方もやはり多いかなとは思いますので、うん、どういうふうにしてオールスターさんにご連絡すると、まあ、ご面談の機会いただけたりとかするっていうところをお伺いをしておきたいんですけれども、どういった方法だとあの間違いなくアクセスでできそうでしょうか。ウェブサイトでオールスターサース .com 行くと、一番下にオフィスアワーっていうのがあるんですね。相談会っていうのがあって、はいはい、そこに登録していただいてる方は全員目を通していて、月で大体多分50件ぐらい問い合わせが来て、半分近くは実際話してるって感じですかね。合う合わないっていうこの差っていうのは、一つはどれぐらい詳細に記載してくれてるかどうかっていうのが一個ちょっと見てる部分ではあります、はい、2つ目がお客様の解像度がどこまで高いかどうか、何を作りたくて誰に対して何の課題解決したいかっていう、これがはっきりしてるかどうか。3つ目はちゃんとチームがいるかどうか、こういう要素を見て面談させていただくか今回見送りかっていう判断をさせていただいてるっていう感じですね。ありがとうございます。概要欄の方にオールスターサースファーノさんのコーポレートサイトの URL 記載をさせていただいておりますので、お返事をしっかりいただいて面談の、ルート獲得していくためにチームがちゃんとあって、お客様の解像度が高くてしっかりあの情報としても伝わるように盛り込んでいただくっていうところがコツなのかなとは思うので、ぜひ少しでも関心持っていただいた方はチャレンジしていただくとすごくいいんじゃないかなと勝手ながら思っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。改めてすみません、ヒロさん今回もご出演いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。
次回もですね、ヒロさんにご出演をいただきまして、前段の打ち合わせの時にお伺いさせていただいていたオールスターサースファンドさんは、実はファンドにお金を預けていただいている LP 投資家さんが本当に海外投資家さんがほぼ占めていらっしゃるというお話もいただいてますので、海外投資家さんの目線みたいなところを踏まえて第3弾でお話しいただければと思っておりますので、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後まで皆さん見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録ですとかグッドボタンも押していただけると大変ありがたいです。それでは次回もお会いしましょう。さよなら。